じゃあ俺が先頭だって。はーい。はーい。こんにちは、タチアニです。いつものキャンピングカー、タチアニんちのトムさんからお届けしております。今週はですね、群馬県のパルコール嬬恋リゾートマウンテンバイクコースにお邪魔しております。ライズの低い50ミリステムで安定していたタチアニのコーナーオペレーター CR なんですけど、フレームのリーチのサイズが435ミリとちょっとタチアニには長いので、やっぱりちょっとハンドルバーが遠いかなーって思ってたんですね。しかも29インチになってるのでハンドルバーが高くなりすぎちゃいます。だから下がってるステムが必要なんですね。実はですね、45ミリステムでかなり下がってるやつ、これ4ミリ下がりなんですよね。ステムを見つけました。なので今日はこの45ミリステムをつけて走ってみようと思います。パルコールさんのこのゴンドラがね、ちょっと小さいので積み込みが大変なんです。だいぶ容量を掴んできましたね。お願いします。じゃあ参りますか。というわけで、45ミリステムに変えてきましたよ。どうかな。さあ、パルコールの T1、サンライズコース。ここでこけました。おはようございます。おはようございます。この間よりちょっと滑る感じがするな。ちょっと路面が湿ってて、この間よりも滑りやすい感じ。おわ、まただ。お、すごい綺麗。ここはね、ちょっと滑るとこなんだよね。よいしょ。おお、綺麗。トンボがすごいな。さあ、フォークのローコンプとハイコンプをクリックに抜いてみて、やっぱり45ミリしてるようになったので、ちょっとフォークが入っていくかもしれない。すごい多いっすね。そう、分岐が結構あるんだよ。おはようございます。おはようございます。あ、届いた、やった。一回ぐらいスムーズに下ろしたいなと思ってたんですけど。大丈夫。ありがとうございました。お願いします。じゃあ今度は T2 エキスパートコール。ちょっとやっぱりハンドルが高いのかな。 T2 エキスパート DH コース上級セクションのノンストップレーンいきます。
ごめん。わあ、前輪がバンクを乗り越えちゃって、ここでグリップを取り戻しちゃってのハイサイドですか。ごめん。うわあ、ハイサイド食らった。おお、やばかった。割とでも逃げましたよね。やばかった。いや、自分で分かってて今切れ込んだんで、よかった。というわけで再スタートします。ごめん、ノンストップレーンにならんかった。来週参加予定のね、北海道函館で行われるダウンヒルシリーズ 7A 大会がですね、8分超えるコースだってことなので、ちょうどね、7、8分のパルコール止まらずに練習したら練習なんじゃないのって、ノンストップレーンやろうぜって言ったんですけど、足を引っ張ってしまいました。呼吸が苦しい。さあ、右サイド、よっ。さあ、言わんとこね。よいしょ、よいしょ。で、この先がちょいガチャガチャするとこ。よいしょ。わあ。気をつけろ。よいしょ。右サイド。いいよ。で、足、滑るよ。よ。よし。あー、ごめん。やっぱあの岩怖い。またぶつけた。あの岩にぶつけた。疲れた。きついね。いやー、吹っ飛んだー。吹っ飛んだ、やばかったー。鬼やばかった。膝が痛いけど一応大丈夫。吹っ飛びました。もうハイサイド食らいました。大好きも転んだ。さあ、それじゃあ T2、エキスパート DH コース行きますよー。ああ、今前行ったな。ここだっけ？ここだっけ？ゆっくり行きまーす。あっ、ここだ。トンボがヘルメットの中に。うわほらほら。トンボが。わあ、苦しい。あ、もう2本目きついね。ああ、失敗した。ああ、ごめん。気をつけろ。よっ。うわ。あれ、大丈夫？何、プーさん飛び出した？今に突っ込んで飛びました。難しいよね、あの辺で。小学生の大輔くんのバイク、リアのチェーンが外れる、落ちちゃうらしいので、ちょっとその場でチェックしてみてます。どうやらディレイラーが曲がっちゃってたみたいですね。
歩50人で戻してきました。どっちがバランスがいいか。ああ、こっちの方がいいかもしれないな。さあ、いかんとこ。落ち着け。もう一回行くよ。もう一回。うん、こっちの方が動きやすい。右サイド。ごめん、穴にはまった。大輔が俺の後ろ、はい、さあ、うわー、やっぱり遅い。おお、遅いんだった。よいしょ。いいかも。分かっててやってんのにな。あれ、起き上がれ。大丈夫ですか。ごめん、なんかね、うまくいかないんだよな。ごめん、ありがとう。はい、来週のダウンヒルシリーズ函館七重大会、8分を超えるコースのためのノンストップ練をやるつもりだったんですけど、タチアニがこけすぎてノンストップになりませんでした。そういえばここパルコール妻恋のマウンテンバイクコースで全日本選手権の開催が決定しましたね。おめでとうございます。ってことはもっともっと練習しなきゃですね。まずは来週、北海道の函館七重スキー場で行われるダウンヒルシリーズ北海道大会、頑張ってきますね。また次回の動画でお目にかかりましょう。タチアニでした。バイバーイ。